はい、こんにちは、八野でございます。今回はですね、シュレッダーですね、アイリスオーヤマのシュレッダー買いましたということで、まあ、確定申告とかね、あと一応不動産でね、法人も持ってますので、結構ですね、ダイレクトメールとか、あとは個人で言うと株のね、株式優待だったりとか、あと、何でしたっけ、年次定例株式総会ですね、のハガキとか結構封筒とかね届くんで、やっぱり個人情報ね、プライバシー守りたいっていうことで、こう見せてる時もね、こう手で破ったりハサミ入れたりするのめんどくさいんで、やっぱり書類が多くなるほど、まあ、こういうシュレッダーね欲しいなと思ってたんですけども、かといってね、企業ではないので、まあ、会社法人持ってますけど、企業っていうほどね、従業員も私、まあ、妻名義なので妻一人だけしかいないし、はい、なので、まあ、そういうね、双方とか、まあ、個人でやってるところ、まあ、法人でも1人2人しかいないようなところにちょうどいいシュレッダーということで、このアイリスオーヤマのねシュレッダー購入してみました。で、 A4 5枚ね、一気に、まあ、裁断できるということで、そんなにねたくさんではないんですけど、まあでも個人だったらこれくらい十分ですよね。あの20枚とかあったら4回に分けてやればいいだけなんで、はい、ということでね、早速、はい、開けていきたいと思います。よいしょ。はい、こんな感じの梱包材で、お、なんか面白い、結構コンパクト、なんだこれ、重いな、うわ、すごいなこれ、あ、これが頭のシュレッダー部分か、結構重いですねこれ、よいしょ、で、これがその下の本体ってことかな、はい、はい、で出てきました。まあ下の方はね、本当にゴミ箱みたいな感じですよね。はい、なんかビール取って、はい、でこれが説明書ですね、取説が入ってて、これなんだろうな、この緩衝材は、はい、これも取って、あとはこれですかね、このセッティング部分をセッティングすればいいだけかな。じゃあこのビニールを、はい、でこれをまずはこれですね、必ずこの紙を取り外してからご使用くださいってあるので、これね忘れないように外してあげて、はい、うわーすごいですね、これがシュレッダーの刃ですね、はい、気をつけましょう。で、方向はこんな感じかな、ここに、あ、これでいいんだ、はい、でコンセントがありますので、これを挿せばあとはシュレッダーできるって感じですかね。じゃあコンセントに挿して、で、おお、結構な音出ますね、はい、じゃあ早速ね、はい、ちょっとね、じゃあこの辺の封筒から、自動晴天逆転、自動晴天、自動にすると検出するのか、ちょっとやっぱうるさいですね、はい、じゃあ一回停止して、これ外してみましょうか、すぐ外れますね、はい、でこんな感じです、これくらいですね、はい、なのでまあね、あの時間かけて組み立てればそれはバレますわって感じなんですけど、まあそこまでする人もなかなかねいないと思うんで、まあこれで十分かなと思いますけれども、はい、ね、ということでね、じゃあガンガン裁断していきますか。自動でいいのかな、自動で、はい、いいですね、
こんな感じで、ちょっとやっぱりね想像しいのは想像しいですけれども、まあ結構でも手でねハサミを入れるよりはまあ楽かなということで、はい、結構ねまあ一人二人の会社だったり、あと私みたいなね副業サラリーマンとかであればこれ十分かなと思います。はいね、じゃあね今後はこれでガンガン、まあ、こういうのねちょっと子供、まあ小学生くらいだったら大丈夫かな、はい、子供にちょっとお遊びでやらせるっていうのもね、ただほら幼児とかはねやっぱ危険なのでね手が入っちゃったりするような年代の子の場合はね気をつけていただいて、はい、ガンガンねシュレッダーで、はい、裁断していきたいと思います。はい、それではね溜まった書類ガンガンね裁断していこうと思います。はい、じゃあまずはこの辺から、逆回転ですね。この隙間からね、だいたい今のゴミくらいが見えるんですけど、はい、こんな感じです。はい、こんな感じで、この、ね、隙間から見える、はい。あとはね、この封筒とかね、こういうのもどんどん裁断していきます。厚みがあるというか結構重い音がしますよね。ただこういう株式の配当の紙ですね、結構溜まってくんで、しまいました。はい、ということで連続使用で2分くらいずっと使い続けてると、まあ、熱くなってね止まってしまいますので、まあこまめにね普段は裁断すると思うんで、私みたいにこう一気にやろうとすると、まあ、2分くらいで熱くなって止まってしまいますのでね気をつけてください。でまた冷えればね再開しますけど、この状態で突然ですね1時間か2時間くらい経つとギルギルギルって、ね、復活しますので、ここをね気をつけてください。はい、で、ね、最初の故障、私も故障かなと思って説明書読んだら、ね、連続使用は2分くらいにしてくださいって書いてあったので、で2分使って、ある程度1時間か2時間って書いてあったかな、はい、するとまた使えるようになるのでね、故障かと思って最初ねドキドキしたんですけれども、こんな感じで途中でもねやっぱり熱くなったら止まってしまいますので、ここだけね覚えていただければと思います。はい、それではね最後に今回私が購入したアイリスオーヤマの家庭用シュレッダーですね、こちらなんですけれども、まあ Amazon で検索していただければね出ると思いますし、この動画の概要欄にもね URL 載せておきますので、そちらからアクセスしていただければと思います。はい、今ね 30% オフで、はい、通常5000円くらいが3500円くらいで買えるのでお得に、はい、購入できると思います。まあこれくらいでね、はい、購入できるんだったら、はい、いいかなと思います。はい、でまあ詳しくはねウェブサイトを見ていただければと思いますけど、あと先ほどのね動画で見ていた通りの動作なので、そうですね、はい、購入
したいなと思った方はね、Amazon とか、まあ Amazon 以外でもね、楽天でも Yahoo でもどこでも売ってると思いますので、ただ Amazon が今安いのかな、はい、ということなので、ぜひね、購入検討してみていただければと思います。いつも動画をご視聴いただきありがとうございます。今回の動画が良かったよ、ためになったよ、役に立ったよという方は、いいねボタンをお願いします。また、このチャンネルでは無料でもらえる暗号通貨情報をお伝えしていますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。